春風亭柳橋、六代目、春風亭柳橋、春風亭流橋、1899年、明治32年10月15日から1979年、昭和54年5月16日は、東京都文京区出身の落語家、本名、渡辺金太郎、出林屋は、大阪リ日本芸術協会を創設し、44年もの間、会長として君臨した、 母や兄の影響で幼少より、芸事に興味を持ち、中村流日本舞踊を習い始めた。近所に、上野鈴本邸の出展が開場すると家族で、寄せがよいを始めて、落語家に憧れを抱き、上野鈴本邸の石邸の紹介で四代目、春風邸流氏に、全座抜きぬ二つ目大イで入門した六代目、春風邸柳橋、以下、柳橋は、 春風亭流動の芸名をもらった。落語と踊りを器用にこなし、ほぼ同時期に子供のプロ落語家としてデビューした六代目、三遊亭演唱と同様に寄せのマスコット的な人気物であった。五代目、春風亭史弱になった柳橋は、芸力に恵まれ若手落語家として、将来を職望されていた。牧会には新打ちが足りなかったこともあり、若手落語家四人を、 次々と新内として大々的に売り出し、話題作りとした。それが七代目、春風亭柏枝を襲名した、柳橋の他若き日の八代目桂文楽、桂古文寺、三代目、春風亭流行であり、後に、むつの四天皇と呼ばれたが、柳橋は四人の中で一人飛び抜けた存在であった。当時大阪で、小別れを演じたとき、 あまりの出来の良さに、大阪の客から、江戸っ子の腕で打ったるカスガイは、何話の空に、かしわいだカッサインの強化を送られた。湯屋版で、若旦那が妄想のあまり番台から落ちる場面で、座布団から転がり落ちるなどの明るく派手な演出を、試み、四代目、春風亭一個粒子流氏を経て六代目、春風亭柳橋襲名後はさらに伸びを見せ、所属していた、落語牧会を脱退して、 当時、柳谷金五郎と共に、日本芸術協会を結成して会長に就任した。新作派の金五郎に影響を受けて、古典を時代に合わせて開作した、品そばや、掛取総圏戦などを手掛け、伝統芸をベースに、斬新な落語を創造するなど旺盛な活躍を見せ、順調極まる、落語家としての生育歴が芸風に生かされて、人気、実力ともに、 若手落語家のトップランナーと評価された。炎章は当時柳橋がどこまで上手くなるのか、空恐ろしくなり、本気で弟子になろうかと思ったと10回している。若手から中年期まで芸の伸び売り出しの勢い、出世のペース等は常に柳橋が炎章を圧し、炎章自身は柳橋のようには生涯なれないと思っていた。吉田茂などを ひいき客とし、柳橋はよく、大磯御殿に呼ばれて一席演じた。NHK ラジオの人気番組、トンチ教室の共演者、石黒啓七からステッキを借り、金縁メガネとハマキという吉田首相の紛争で出たも、ある。また秩父の宮も、彼のひいきの一人であったが、宮の葬儀に参列した柳橋は、家人から、殿下の棺に、師匠のレコードをお入れしました。と告げられ、 胸が詰まったという。若い頃から高く評価され続け、名声と地位、そして経済的な安定を得たことで落ち着いてしまい、戦後からは芸が停滞した。当時の落語研究会の講座で炎症が商場で好評だったのに対して、柳橋は散々な出来で炎症は自信をつけたというエピソードがある。戦後から炎症、文楽、 五代目古今帝新章が脚光を浴びる中、柳橋にスポットが当たることは少なくなった。戦前のように他を圧倒するような芸を開拓して、打って出る意志はもはやなく、寄せでは自身が鳥の公園でもかつて開作した話を、時代背景を考慮して直すこともせずそのまま演じるか、あるいは軽い話や漫談ばかりを演じた。昭和40年代に、 鈴本演芸場の鳥をとって10日間のうち7日間、トンチ教室を講演した。春風亭柳橋の名前を全国区にした NHK ラジオのトンチ教室は、1968年、昭和43年まで放送していたとはいえこの当時、すでに過去の存在であって、漫談としても新鮮味はなく、漫談ではなく本格の落語を望む客から厳重に抗議された結果、鳥で、 トンチ教室と目薬は演じないように、鈴本側から申し入れられてしまうありさまであった。七代目、立川男子が、東方名人会の楽屋で、柳橋に、往年の得意ネタを講演してくれるよう持ちかけても、全く話に乗らず、ごく稀に、ホール落語で大きなネタを演じると普段演じていないので、本調子ではないも多かったが、長年培った風格と芸の大きさを示していた。 その頃は、眉毛の長い大棚の隠居のような風貌で、力まないほのぼのとした芸風であった。また、ご機嫌よろしゅうございます。相変わらずのお笑いを一席申し上げますで、で、なという独自の口調は、専属契約を結んでいた NHK ラジオの寄席中継で、長らく全国の落語ファン親しまれた。むつみの四天皇の中では、交番が上で、当時人気。 実力ともず抜けていた柳橋は、他の落語家に対して強い格上意識を持っていた。インタビューで、炎章が売れるまでの貧乏の苦労話をすると、柳橋は若い頃から今日まで金銭面で苦労をしたことなどないなどと方言した。昭和40年代の東方名人会の楽屋で、柳橋が火鉢のそばの定石に座っていた炎章に、松ちゃん、そこは、 俺の席だと言い放ったが若き日の柳橋に圧倒され続けた演唱は素直に従い席を譲った。当時の演唱は落語界の代表として実力、評価ともに柳橋を圧倒していたので事情をよく知らない者たちの目には奇異な光景として映った。落語家の真内は師匠と呼称するが金五郎と六代目柳橋だけは先生と呼称することが多い。 若き日に頂点を極め、日本芸術協会会長として君臨し続けた柳橋は、帝王学の権利ともみなされていた。当時電通でプロデューサーを務めて、柳橋に落語番組への出演依頼をしたことのある小山学校によと、社長と話しているような雰囲気ではあるが適切な敬語を用いて、相手に譲るべきところは譲り、傲慢ではなく応用であり、それでいて、 大将という存在であったという。いずれにしても長年にわたって一派のようとして、強力な政治力を発揮して、東京の落語界を発展させた功績は、大変に大きい。1979年、昭和54年5月16日没。去年79、長寿は長年にわたって、信仰の深かった、新宿末広邸の石邸。 当時、北村銀太郎によった、墓所は、墨田区本日差寺である。東京都新宿区中里町の急遽は長らく、牛込亭として、落語会の会場などに供されていたが近年、解体され、家具や建具の一部は、春風亭章太が引き取って自宅に移設した。外国での小話と称して、以下のような小話もつけた。昭和三十年代以降は、 基本的に寄せではこれらのネタを振り、非常に軽めの演目を行っていた。三代目古参譲りの本格的な古典も得意で、前述のネタのほか、野ざらし、青菜、お節徳三郎、星野屋、二番千時、一目上がり、お見立て、祖骨の釘、試し酒、大千参り小分かれ、目黒の三馬などがある。柳橋を名乗る、落語家としては六代目であるが、 春風亭柳橋としては初代なので、この人物を初代春風亭柳橋とする見解も、絶対少数であるが存在する。三流の襲名で、柳はとめの一つである、春風亭粒子一門の出世名である、小柳枝を襲名した。しかし当人と、石亭等の関係者は、今後売り出すにあたって、小という字を外した方がいいと考え、いくつかの候補を検討した。 劉氏は、柳花とメナの一つだが、すでに兄弟子が襲名している。一方で、柳派の名跡、柳屋子さんも希望していたが、三代目、柳屋子さんは、現役で東京落語協会会長という大きな牽制を誇っていたばかりでなく、直系の弟子たちも活躍しており、襲名は筋違いである。師匠の名前、春風亭花竜が空いていたが、これも襲名しなかった。 ついで、霊霊帝柳橋という名跡があった。初代霊霊帝柳橋は、初代春風帝粒子の師匠であり、もともとは春風帝粒子より大きな名前とも言える。霊霊帝柳橋の五代目が関東大震災の二次災害で消死し、この名跡も空いていた。石帝らの紹介に従い、六代目霊霊帝柳橋を名乗ることになった。 ところが、別帝王になることについて、引退した、師匠初代、春風帝花竜が反対した。帝王は、師弟関係を、はっきりと示すものであるので、帝王を、春風帝のままにした。当時、柳橋明石を所持していたのは、父、兄、弟が、いずれも霊霊帝柳橋であった、皇男子二代目二代目桃川女燕であった。 ジョツバメ本人は1927年、昭和2年に、講談組合頭取となったが、元は落語家だった。ヤギ橋は、ジョツバメから名をもらう承諾を得て、当分は、春風亭柳橋を名乗り、叱るべき時に正当な名の霊霊亭柳橋に変える、ことをジョツバメに確約した。同年4月20日に花柳は死去し、二代目、ジョツバメも1929年、 昭和四年九月三十日に死去し、以降帝王を霊霊天に変える約束が果たされることはなく、生涯を春風帝のままで過ごすことになる。日本芸術協会会員には二代目、桂古文治の門弟が多い。また、春風帝を帝王とする多くの落語家も、柳橋の弟弟,弟子などの系統であり、直門問は少ない。孫弟子に八代目。 春風亭柳橋、九代目、春風亭古龍師、東大の昔々亭、桃太郎、春風亭翔太、春風亭柳桜らがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。